今日も晴れ。リチウムイオン電池で日本人の吉野さんがノーベル賞を獲得。しました。大変おめでとうございます。やはりリチウム電池、リチウムイオン電池の進化に伴い、スマホ、ノートパソコンなどのバッテリーかなり飛躍的に持つようになりました。スマホなんて1日持たなかった電池が今では3日、使わなかったら4日ほど持つようになっています。何よりリチウムイオン電池は今までのニカドバッテリー、それらとはまた出力、持続力が全く違っています。今までも電池の開発は相当長く細かい配列なんかを一個一個潰していく作業だったようです。何の作業でも同じですが、本当失敗の先に成功がある。一発で成功するような事例はありません。失敗を繰り返して繰り返して成功へ導く、そんな事が大事になってきます。このリチウムイオン電池ですが、送流型11番管応流から搭載使用されるようになりました。電池の持ちは4倍、充電時間は今までと同じです。しかもハイパワー、高出力、電気で回すスクリュー、潜水艦などにはやはりリチウムイオン電池がよく合うと思います。静粛性という部分では一番ではないでしょうか。リチウムイオン電池の普及により、さらなる IT 機器、電子機器の向上が図られています。さらなるラジコン、ドローンなどにも応用、運用されています。この部分を見てもやはりリチウムイオン電池で世界の技術は飛躍的に伸びています。スマホ登場からもう何年でしょうか。7年。やはり時代はどんどん進化、 5G へと変わりつつあります。そう遠くない時代、スマホも自分で自家発電し充電する
機能を備えるかもしれません。カバーがソーラーになり常に充電する。パネルは有機EL、消費電力を抑えた。現在消費電力を抑えた電子機器はたくさんできています。そんな電子機器、各配列ごとに技術の革新があります。日本も潜水艦はやはり革新的ではあります。ですがもう一つ、もう一歩先にある無人化への道も考えないといけないでしょう。有人化だけでなく無人化する方向もきっと大切になってきます。一番は多分空でしょうね。空を早く無人化するということに特化していかなければいけないでしょう。そんな時にやはりパイロット、操縦士の不足など起こるかもしれません。ですがもうすでに自動運転に変わる時代かもしれません。小型ドローンで自動化し操作もできる。第6世代の戦闘機はもはやドローンに変わるかもしれません。一機のドローンに追従して複数のドローンが あとは標的に向かい一気に攻撃をする。そんな時代がもうすぐそこまで来ていると考える方が潜水艦も一機の潜水艦で複数のドローン潜水艦を操作する、そんな時代になるかもしれません。そうなってくると海底での任務の形態が変わる。また防衛もう大きな原子力空母などはそこまで必要ないのかもしれません。まだまだ分かりませんが世界の動向はそんな感じがしています。100億もの F35 をたった
100万か200万のドローン攻撃されるなんてことはあり得る話です。よく防衛の面でも考える必要があるでしょう。それでは。